今回はですね、東大を卒業して落語家になったこの方です。春風亭昇吉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔太さんのところの弟子入りってなんでそうやって決めたの？うちの師匠になんで入ったかっていうのは、おつけんに入ってたんですよ、おつけんに入ってて年間200席ぐらい寄せ回って、そうなんです。 すげえ。はい。もうほぼ毎日じゃん。で、落語を聞いてると、まあ聞きすぎなのかもしれないですけど、なんかこう長いなーと思ったり、話聞いてるうちに僕バカなのかな、話聞いてるうちに何をやってるのか分かんなくなる時が落語聞いててあるんですよ。聞いてて、あれこれどういうことなのかなって思う、なんか迷子になっちゃう時があるんですよ。うちの師匠のやつは映像が浮かんで面白くて、なんかよく分かる落語なので、分かりやすい落語、分かりやすいんですかね、面白い、そう面白い、はい。全然の時から面白かったんですか、師匠？僕はね、前座に入って静岡かなんか行った時のね、余興ですよ。他に行った時も僕の前に前座勤めたんだよ。なんて面白いんだって、俺たちでどっかんどっかもっとウケるんだよ。だからもう前座の時から面白かった。翔太さんはね、でなんか、ま、前座の時すごい真面目だったって聞きますけど、もうみんなもう真面目ですよね、翔太さん。それでなんていうかな、翔太さんってやっぱり落語はとにかく前座でも群を抜いて面白かった。前座の時に、私の師匠春風亭翔太に翔太、月1本新作作って、でパソコンでメールで送ってたんですよ。そういう修行だったんです。あ、じゃあ別に雑巾掛けしろとか掃除しろとかそんなことじゃなくて、月に1本は必ず新作を作れと、教えて、はい、で翔太さんってどんな師匠？通いとか住み込みとかあるじゃないですか、師匠通い住み込みですか？俺はうち弟子住み込み、住み込みですか、住み込みとかあと通い近くにアパート、僕らはこうどんなことがありましたよって携帯で報告したり、今日は誰々師匠にご祝儀いただきました、稽古つけてもらいました、こんなしくじっちゃいましたっていうのを全部こう送るんですよ、師匠に一芝居10日ごとに、パソコンでこう新作送ったりする。だから通信制って言ってたんですけど、通信制、住み込みでもなく通いでもなく通信制って、あんまり会うこともあ、まあ会いますけども、会うこともそんなになく。じゃあ今後ともパソコン？いや、ほんとメールで、今こういう時期ですからね、でも行ったりしないですよ、もう本当。いや、メールでお前ダメなんじゃないかとか。そうですね、まあこういうふうにした方がいいよとかアドバイスしてくれて、面と向かっての小言ってのはないんですか？いや、もうそれは前座の時は厳しかったですけど、二つ目になったら、もうプロだから、だからもうお前の力でやりなさいと、自己責任ですね。こういうとこにかける楽屋のれん、楽屋にかけるのれん、かけるのれん、楽屋のれんかけるから、突っ張り棒買ってこいって言われて、で新宿サザンシアターでやってて、で僕下北沢に住んでたんですけど、下北沢の100円ショップは開いてなくて、で新宿末広亭昼席終わって、新宿に100円ショップってないんですよ。で、サザンシアターの途中の、東急ハンズで買ってったら、お前な、東急ハンズで突っ張り棒買ってきやがった、お前100円ショップで買ってこいって言ったろって言われて、それでめちゃくちゃ怒りました。でもやっぱり、でも米丸師匠とかに比べたら、まあ随分その楽だと思います。それはね、私は口に言えないような、もうしっきりなし朝礼母会の小言を食らってますからね、でも昔はそうだったけど、そうか、いいでも小言だね、いわゆるいろいろ100円ショップを回ってなかったから東急ハンズで買ってきてやるなら許すと、だけどいきなり東急ハンズはねえだろこの野郎、っていうことだ。そうです、そうです。こういうのはやっぱりちゃんと生きる道で。翔太さんってなんか波紋の参加料があって、
はい、天野参加場は、うん、努力してない時、うん、だから話を覚えてない時とか、うん、僕言われたのは人の3倍やれって言われました。人の3倍、あの落語を覚えるんでも仕事するんでも、うん、人の3倍の量をやりなさいって言われる、うん、まあ努力を怠った時、うん、それから犯罪を犯した時、うん、それから師匠を尊敬してない時、うん、でも意味分からなかったんですよ最初、うん、その努力してない時っていうのはまあ分かるじゃないですか、うん、で犯罪を犯した時はもちろん、うん、師匠を尊敬してない時ってどういう意味だろう。だって入門してるんだから、うん、師匠尊敬してないわけがないじゃないですか。師匠尊敬してないとどういうわけかなと思って、あのちょっと1ヶ月先輩で少々兄さんと話して、はいはい、少々兄さん、あの尊敬してない時ってどういうこと話して、やっぱりその時師匠結婚してなかったんで、うん、翔太さんがね、はい、だからあの師匠より先に結婚するなよっていう意味かなと思って今結婚してんの？だ私ですか、うん、私結婚してないんで、結婚したいんです。でも自由も欲しいんです。じゃあやっぱり師匠尊敬してね、師匠もうやっと結婚したから。え、でも意外じゃないですか、その61で結婚するってどう思われました師匠？俺も意外だと思って、うん、まさ俺は結婚しねえんじゃないか。僕も結婚しないと思ってました、うん、それが結婚したいって言って、うん、でもやっぱり師匠より先に結婚しちゃいけないと思った。思ってました。他の弟子は？いや、あいつら庄屋とかは庄陽とかはバカなんで先に結婚、うん、あいつらちょっと頭悪いんで俺あの気象予報士の免許を取られてます。そうだ、うん、気象予報士の免許を取ってるんですよね。そうですそうです。そう、あれどんな弁あのあれは、あの今あのなんか朝ドラかなんかでやってる、もうあの、うん、あの免許っていうのは、うん、僕が、前座4年期間中の3年目かな、うん、ぐらいに師匠にあのはうちの師匠に、うん、話を教えてください、話を教えてくださいって、もう前座の仕事も3年目だったら慣れてくるじゃないですか、うん、ただお前気象予報士興味あるかって言われて、うん、もう俺が全部な、あの本やなんか授業の料金全部出してやるから、うん、で合格率今 3% かな 6%、うん、6% なんか数パーセントでそれ受けてあの受かったんです。でそれ3回目かなんか取って師匠取りましたって言って、2回落ちた、2回ぐらい落ちました。で3回目で受かって、でもそれを全部師匠が出してくれた、出してくれて、うん、お金は出してくれたんですけど、うん、それで受かりましたって言ったら、うん、おそうかって言って、でその次の年2013年に、気象予報士で、うん、フジテレビの、うん、グッディの前の番組アゲルテレビいうやつの気象レポーターの仕事来たんです、うんうん、地上波のフジテレビのやつ、うんうん、生放送、うん、で師匠あのいいご報告です、うん、なんだあのフジテレビの午後の新番組の気象予報士のレポーター生放送決まりました、うんうん、って言ったら、それはな、うん、おめえが頑張ったからって、え師匠がお金出してくれたからです、うん、お前頑張れよって、うん、ありがとうございます。師匠の翔太さんは何を見て気象予報士になれって言ったの？多分僕がもう話教えてくれ教えてくれっていうしつこかったからだと思います、うんうん、でなんかこう気象予報士になったらレポーターの仕事があるかもしれないみたいな感じで声かけてくださったんですけど、あ結構師匠に教えてくれ教えてくれって言ってた。はい、もう話もうこう前座修行って、うん、もう2年ぐらいやると全部太鼓でも、うん、着物でもできるようになっちゃうんで、うん、で余っちゃうから落語教えてくれ教えてくれとか言ってたら、いや師匠どんなとこ尊敬してるの？いや一番この前ラジオで言ったんですけど、うん、プレイヤーであることで、いやもう絶対米助師匠もプレイヤー、米助って言ったらもうみんな誰でも知って、うちの師匠もプレイヤー、よく評論家になる人じゃない、あ落語とはこういうもんだとか、うん、あのこうという人いるじゃないですか、うんうん、でもお前売れてねえじゃねえか、誰もお前のこと知らねえよって、名人ぶって馬ぶってても、うん、あの誰もやっぱりこう、売れて仕事して、それが芸人だと思うんですよね。
だからその師匠とかうちの師匠翔太とかはずっとプレイヤーでその、理屈とかを言わないじゃないですか、評論家にならないじゃないですか、うん、そこが一番、うん、あの尊敬してます。なるほどな、これ勉強になるね。いやさすが正吉東大って俺勉強する弟子にしてくださいよ。やっぱりそうなんか評論家になっちゃう人が多くないですか、うん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 、あそこがどうだとかね、あそこの間がどうだとか、芸人ってものはこうだよって言って、うんうん、でもその寄席にお客さん呼べて芸人じゃないですか、うん、だよね、うん、正吉、はい、これからどんどんプレイヤーとして頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。